月の末に佐藤で出会いされて UH 夜の勤務の金の音も ELC だったんですけど、その中で開催された LTSI ワークショップの中で発表した内容です。ちなみにその時はプロジェクターに MacBook が全然投影できなくて、唯一プロジェクターつながったのが僕の富士通のノートと小林さんの東芝のノートで、いや、日本製は素晴らしいって言ってたんですけど、今日はちょっとつながりはしたけど、僕もこっちに出てない感じです。何を話したかというと、2月にリリースされた 3.10LTSI の、評価をしたという話です。IPv6 の評価をしました。で、はじめ自己紹介なんですけど、私は富士通の中で、組み込み Linux のディストリビューションをしています。で、そのディストリビューションは LTSI カーネルと、あと、ドクトプロジェクトで作られています。あと、使われている製品は、こういう富士通のサーバー製品。サーバーメインで動いているのは、ソラリスとかレッドハートリナックスとかなんですけど、裏でファンのコントロールとか、電源の監視とか、そういうのをやっている部分で、リナックスが動いていたりとか、あとはネットワーク製品とか、プリンターとか、あとはキャッシュディスペンサーとか、あとこういうタブレットとか、マリとか、そういったところで使う。で、なんで IPv6 のテストをしてんのっていう話なんですけれども、今時、こういういろんなものが、何でもネットワークにつながるような時代で、ネットワークのメディア自体はいろいろ Wi-Fi だったり、LTE だったり、イーサネットだったりするんですけれども、ネットワークにつながって、そうなると、IP アドレスの数足りなくなって、IPv6 が必要じゃないという話をします。皆さんのオフィスだったり、家庭だったりって、なかなか V6 使わなかったり、そもそも必要ないんじゃないとか、人とプライベートアドレスがあれば、V6 なんかいらないんじゃないっていう、実際の運用もそういうところもあるかもしれないですけど、こういうデバイスの中でネットワークがつながったりすると、わざわざナットなんてかましてられないとか、そのままパチッとつながったりとか、そういうところで V6 が今後本格的に普及してくるかなと思っています。で、我々の IPv6 の、そもそも IPv6 って IPv6 レディオっていう認証規格があるんですけども、そこを我々はいろんな製品で取ってて、我々の組み込み Linux のディストリビューションで取ってたりとか、それを載せた出荷している製品で取ったりとかっていうのは、感じていると思っています。で、皆さんも気になりそうなところとしては、我々が実際取ったカーネルのバージョンとしては、2.6.29 とか31、36、3.0と3.4と取っています。3.4 は、この時点だと、まだ審査中だったんですけど、今日求める報告がもらいました。3.0 はちょっとローカルパッチがあって取ってるので、そのままメインラインそのままだと、ちょっとうまくいかないです。で、今回こういう背景のもと、IPv6 のテストを LTSI カーネルでやりました。で、そもそも、ちょっと話が全部しますけど、IPv6 レディロゴのテストって何なのっていうのは、こちらの IPv6 レディロゴのサイトに行ってもらうと、何なのか、スペックだったりが置いてあります。であとテストセットは、このタイプロジェクトというところで公開されています。で、これ何するものかっていうと、IPv6 のスペックに準拠してるかっていうテストをするものです。でテストの対象としては、カーネルの中のプロトコルスタックがテスト対象なので、カーネルのテストとして実施しています。で、実際の、3.10LTSI で、ミノーボードテストをしたんですけれども、ほとんど、一昔前だと、
CPU によって、まあ、PC とか MIPS だとビッグエンディアンとか ARM だとスタックサイドっていうのはちょっと違うとか、まあ、そういうのも あった時代はあったんですけど、今はどこの CPU でやっても結果は同じものになります。で、まあ、今回はミノーボードで 3.0LPSI でテストしました。で、まあ、テスト環境は、まあ、こういうボードをテストの最高級につないでテストするという、まあ、そういうような形でテストして、全部パスしましたって言いたかったんですけど、まあ、なんとびっくり、フェールが15件も出て、ネイバーディスカバリーっていう、割と IPv6 の中では基本的な IPv4 のアープみたいなところに相当する機能で、近隣探査をする機能のところで15件もフェールで、ちょっと結果としてはびっくりしたということです。で、実際にフェールした一覧がこの15件で、まあ、15件あるんですけど、まあ、パッと見ると、同じカテゴリーで別のパラメータで定義してたり、この辺の TLL がウィザーズだったりウィズだったりするところでちょっとテストが引っ掛けたりとか、あとは、同じパラメータに対して似た別のカテゴリーで定義してたりとかするので、まあ、きっとまだちょっと調べられてないんですけど、要因としてはレグレしている要因としては1つ2つのパッチなどが良いんじゃないかなと思っています。で、ちなみに、3.4 はオールパスするのが分かっていて、今回 3.10、 このちょうど LDSI でも1年分のリリースの間で IPv6 のコードにどんだけパッチが当たったかっていうのを調べてみると、546件パッチが出てます。で、まあ、リクスタットを打ってみるとこんな感じで、こんな感じで当たってて、まあ、1年の間にこのぐらい、1万行ぐらい追加されたり6000行ぐらい削除されたりっていう、まあそのぐらいの機会が行われているので、まあ、実際テストしなければこのぐらいの結果になるのもうなずけるかなというところですね。で、ちなみに、今朝ブレイクがカーネルでサインオフバイのランキングの話してて、1位が俺だって言ってましたけど、その下に2位にデイビッド・S・ミラーって人が2位にいたんですけど、ここをメンテナンスしてるのがデイビッド・S・ミラーです。なので、まあ、あんだけのパッチをマージしてれば、まあ、それなりのことも起こるかなという、そういうところですね。で、なので、まあ、今はテストしましたぐらいなんですけど、こんな感じです。で、あともう一つ、IPv6 のセキュリティテストというのも行いました。それなんでかというと、まあ、最近このちょうどこの4月ぐらいですかね、セキュリティのコンピューターのセキュリティの話もいろいろうるさく騒いでますけれども、カーネルの脆弱性セキュリティホールの報告っていうのもこの10年ぐらいで、2004年、これは CVE という番号が付けられたもののLinux パネルで CVE の番号が振られているものの件数なんですけど、2004年だと50件ぐらいだったところが、まあ、ちょっと上がったり下がったり、まあ、細かくは繰り返してるんですけども、まあ、10年で今250件ぐらいまで来てると、まあ、10年で5倍ぐらいにセキュリティホールが増えている、まあ、そういう状況なんですけど、別にパッと伸びてるところとかはやっぱりそれなりに脆弱性のインパクトと何か出来事があったりして、脆弱性は
攻撃のベクターっていうのはファイルシステムとネットワークっていうのが2大ベクターなんですけど、 EXT4 が入ったタイミングとか、IPv6 の実装がガラッと書き換わったタイミングとか、まあ、そういうところでやっぱり点数が増えます。この辺が EXT4 で、この辺が IPv6 のところが書き換わったとか、そういうところでちょっと伸びてたりはします。で、まあ、こういうことを背景にセキュリティテストをんですけれども、何をしたかというと、日本の機関で JP-CERT-CC という、日本のセキュリティ、コンピュータセキュリティに取り組んでいる団体が、IPv6 のセキュリティテストというのを配っていて、でそれをテストしました。で IPv6 の場合、今まで、IPv4 で NAT に守られた環境とかだと外部攻撃って、まあ、範囲はウェブサーバーとかでない限りの範囲はある程度限定されるところが、まあ、ルーターを超えて、まあ、ホップバイホップ攻撃とか言うんですけれども、まあ、こういう外から設定次第では外から簡単に攻撃されてしまったりとか、まあ、そういうのが起こり得るので、そういうのもテストするっていうテストプログラムが配られていて、それを今回テストしてみました。でそれに関しては、まあこんな感じの、今回やったの全部15件のテストだったんですけど、これに関しては全てパスです。まあ、設定とかにもよるところはあるんですけれども、基本的には今の 3.10LTSI はセキュリティテストを全てパスしました。ちなみにこれ、サンドで発表するので、これ JPCERT の人に頼んで、テスト項目全部英文化してもらったんですけど、普通に JPCERT に申請してテストもらうと日本語のテスト項目がもらえるので、皆さんも興味あったら試してみてください。で、まとめとしては 3.10LTSI は今のところ IPv6 レディロゴが取れません。で、この時は4月30日だったかな。まあ、ちょっと調べて次のワークショップで報告するよって言って、ワークショップがまあ今週の火曜日だったんですけど、発表はしてないんですけど、またその次の機会という8月のシカゴだっていうことなんで、そこを目指してやろうかなと思ってます。で、まあ、これに関してはLTSI でやってはいるんですけれども、アップストリームの方も全く同じ問題を抱えているので、まあ、デビットエースミラーとかコンタクトしながら進めたいなと思います。あとセキュリティテストの方は今回パスしてるんですけれども、まあ、セキュリティの脅威っていうのは新しい脅威っていうのはどんどん報告されるので、継続したテストっていうのが必要かなと思っています。なのでこれもテストセットが追加されれば継続してテストしたりっていうのもやっていきたいなと思います。はい、っていうのが発表でなんですけれども、あと、この後多分小林さんが ELC の報告をちょろっとやってくれるんじゃないかと思うんですけれども、それは特には準備してないので、まずなんか準備したやつが終わって余裕があったら やってもいいかなと思います。で僕はちょっとどうでもいい報告をちょっとしようかなと思うんですけれども、これが毎度おなじみの ELC、まあ、リナックスコンの中でもそうですけど、 T シャツが毎回配られるんですけど、今回こういう T シャツ配られて、 I am Linux See Me Code って書いてあるんですけど、これ、まあ、日本人はなかなか意味が分からなかったんですけれども、アメリカ人、実はアメリカ人に行きました。そしたらですね、I am human, hear me roar、 これのオマージュだっていうことを聞きまして、それで検索するとですね、 YouTube が出てしまして、ヘレン・レディさんかな、一番音でかくしてます。
今くアメリカ人になって誰でも知ってるって言われたんですけど、Is it right? This is homage? Yeah, I think so. っていうバカらしい僕でした。はい、以上です。あ、で、もし何かこちらの方でコメントがあれば。はい、何かありましたか。あの声の小さい人にはマイク渡します今日はあの、ネットの向こうに人がいないんで、あのマイクにはそれほどこだわってないんで。 Well, so I should comment that, so at the end of the song, the reason that the song is well known, at the end she's talking about I am invincible. So that's part of the song, is this kind of like you're strong and cannot be defeated. タイテストって他にもあるじゃないですか、今回通したいで IPSEC とか、はいはいはい、IKE とか、はい、あの辺はやらないんです。IPSEC ぐらいまではやってもいいかなと思ってるんですけど、それ以上はなかなかあの手もかかるどこまでやるかは悩ましいところですね。もううちもあのタイテストを通すってお仕事を受けてやったことがあるので辛さはよくわかりません。あの対抗も用意しなきゃいけないし、あの当然対抗機は正しく動くやつを用意して、まあ、普通フリー BSD とかよく使うんです、ね、使いますか。フリー BSD が正しいです。Linux でも多分できると思うんですけど、そ, あのそれなりに人柱にならなきゃいけなかったり、あと用意されている自動のスクリプトが T シェルだったりとか、そういう変化も。セキュリティテストはそういうなんか IPSEC とかそういういわゆるだから漏れたら困るようなテストみたいなのは入ってないんですか。IPSEC のがある意味要はあっちのレディロゴは機能テストじゃないですか、あれ、はいはい、機能が足りてないって言うんですよ、はい、でも IPSEC とかもまあ機能が足りてないんですけど、なんかセキュリティにより近いのはそっちなのかなと思ったりも。そうですね、ボージュみたいなテストはこれなくって、はい、動いてるところにちょっかい出して、こいつがハングしたら、もう勝ちみたいな。なるほど。そんなのばかりですね。こっちは、ちょっと、まあ、JPSAT から提供されるものを使うと、すぐテストできるんですけれども、全部マニュアルなので、一手間。実施自体は一手間かかる感じです。で、こっちのパフォーマンステストの方は、環境はテストプログラムしか配られてないので、環境を作ったりとかっていうのは一手間かかるんですけど、流すのは自動で流れるので繰り返しはやりやすい。で午前中もなってたから、まあ、オートテストみたいにやろうって話ですね、はい、それにもこれを入れていくという。これそうですね、入れたいなと思ってるんですけど、ちょっとその対抗の話とかもあって、でその HKSI のテストフレームワークのも、VM で環境を提供するみたいなこと言ってるので、例えばもうこのホストをその VM が担えれば、つまりは、FreeBSD から脱却してこのホストを Linux 上で実現できるようになれば、自動テストとか毎晩ループしてテストするとかっていうのもできるんじゃないかなと。これやっぱりうちの反省でもあるんですけど、 3.4 から 3.10 で1年明けてテストしてこうなってて、で、まあ、要因さっき1つか2つのパッチが要因だとか言ったんですけど、1つのパッチでこっちがフェイルになって、で逆にこうフェイルだったこっちがパスになってとか、かなり複雑なものがあって、本当は毎日パッチ新しく出るたびに毎日テストするとか、そのぐらいのじゃないとなかなか
変化点を検出しにくいようなところがあるので、まあ、そういう繰り返しのテスト環境とかは取り組みたいところではあります、うん、これ1ターンどのぐらいかかる、ね、ノーボードとか5、6時間さっきちょうどまさにここで出てた項目なんですけど、ネイバーディスカバリーとかでキャッシュを持ったりとかして、キャッシュが消えてるかの確認とかがあって30分間放置するとか、そういうのも含まれて全部ちょっと無駄に時間かかったりとか、これやっぱ時計を早く進めるとかやっちゃいけない小林義武さんが言うと、はい、そうですね、すごい青瀬さんで、いやできないことはないと思いますよ、早めたら早くクリアされるとかはあるんじゃないかと思いますけどでも相手があるからちょっと自分だけ時計が早いとダメかな、そうですね相手の同期性は時計が早いまあ一晩で収まるうちは夜は流しときゃいいかっていう他どうですかね。じゃあ浅田さんどうもありがとうございました。